皆さんこんにちは、コーダです。ということでルイージマンション3続きやっていきたいと思います。ということで前回に引き続き実績埋めをしていくんですけれども、そう、前回ねこのショッピングフロアの商品をすべて吸い込むっていうミッションがどうしても埋められなくって、で皆さんにもねちょっとヘルプミート助けてくださいみたいな感じでねちょっと投げかけたんですけれども、まあいろいろ情報をいただきまして、で一つはね、うん、まあ皆さんが言ってたのはこの床屋のね、うん、こっから、入り込んで、でこの下にある、床屋の、棚の上もちゃんと吸い込まないといけないですよみたいなね、うん、話をいただいてたんですけど、実はここはね前回の動画ではまあカットしちゃってたんですけど、こう全部吸い込んでたんですよね。だからここはもうね大丈夫かなとは、まあ、思ってはいるんですけれども、ただただただね、うん、怪しいのは確かにこの床屋なんですよ。でもう一つね情報としていただいたのはこれ、ストーリーだ、ここのねボスを倒す前にここハサミが浮いてたんですよね、この床屋さんのこの椅子の上に。そう、このハサミを吸い込まないと、だからストーリーを終えちゃうとこの実績が達成できないんですよみたいな、もしかしたらバグかもしれませんみたいな、そういう話も聞いたのでちょっと不安なんですよね。うん、ということでとりあえずこの、床屋さんのものをすべて吸って、実績もう一度解放できるかっていうところをちょっと確かめたいと思います。もしかしたらねできるかもしれないんで、やっぱ床屋じゃないのかな。いやー床屋っぽいんだけどな。うわーうわーうわー、うそうそ、マジでやったーここだったかー。あー吸い込み終わりました。あー全然床屋でも何でもなかったマジか。いやーそうか、あのね一つね吸い込み忘れてたの、ここにあったなんかね大きいもの、大きいものか、これねなんか吸い込めないと思ってたらこれ吸い込めたんだよね。でもしもしやと思って吸い込んでみたら、あーよかった、実績達成できた、これでスッキリだ。はあ、ってことでバグを疑ってすいませんでした。そしていろいろコメントくださった方ありがとうございました。無事これでスッキリして、次の実績に向かえることができます。あ、向かえる？向かうことができます。はい、ってことで次行きましょう。あーよかった。さあ残りね、でも言うてもう少しなんだよ、確かもう2つぐらいじゃなかった？そうだね、あと2つです、あと2つ。はい、で、この下から3番目の、実績がジムエリアで床下のネズミをすべて倒すっていう実績なので、まずはそちら行きましょう。はいはい、着きました。で、ジムフロアで床下のネズミ、床下のネズミって何のことだ、どこのことだ、どっか床下に行けるところがあるのかな。ここら辺とかグイーさん入れたりする。あでも下行けそうだね、なんか行けそうな雰囲気あるよね、どっかからか行けんのかな。ちょっと待って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 、多分俺がここら辺しっかり探せれてないんだな。だとしたら、あこの下怪しいでしょ、この下、ほい、あーあったあった、こっから行けるんだ。じゃあグイさん入ってもらって、あネズミの声がいっぱいする、間違いなくここが怪しいでしょ。オッケーオッケー、うわーなんだなんだなんだ、すっげえグローブおーこっからまた入れるっぽいな。うわーいっぱいネズミいる、これを全員吸えばいいのかな。んでもこっからじゃ吸えない、ああ消えちゃった、どういうことどういうこと、めっちゃいるめっちゃいる、とりあえず倒せばいいのか、光当てて
やでも光も当てれないんだよな。とりあえずこの中入ってみるか。この中入るとどこ行けるんです？いや、こっからお金がゲットできるだけ。ってことはなんだ？あ、吸うじゃん。そしたらネズミがびっくりして外出るじゃん。で、外出てもらってる間にネズミをこうやって倒せばいいんだ。なるほどなるほど、そういうことか、そういうことか。オッケー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 、分かったぞ分かったぞ。さあ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 、裏にもいる。オッケー、お金取り放題。さあ出てこい、ネズミ出てこい。さあ来い、よいしょ。待って待って待って、逃げるな逃げるな、ネズミ逃げるな。ちょ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 、よいしょ。オッケー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 、やっぱ金色のネズミはいいですね。たくさんお金を出してくれますね。さああと1匹かな、ちょっと待って。ネズミさん、ネズミさん出ておいで、こっち出ておいで。よいしょ、オッケー。はーい、ジムフロアでロッカールームのネズミをすべて倒した。よっしゃー、ナイス。さあ残り1つです。最後の実績はベントハウスで浴室のゴールドラウストを見つけたらしいです。ってことは最上階か。ひとまず最上階行きましょう。はい、最上階ペントハウス到着いたしました。これが、ホテルの実績ラストですね。浴室ここだよね。 OK、 じゃあとりあえず浴室に向かいましょう。いやー、実績ラストか、楽しかったな。もっとあってもいいよね全然楽しめるもん。さあではここ入りまして、ここにゴールドラウストがいるの？あ、これが怪しい？いや違うか、ここじゃないか。どこだろう、鏡。あ、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 なんか開いたね、なんか開いたな。あ、そしたらグイさんにここいてもらって、でえ、ここでよいしょ、そしてルイさんが吸う。そしたら宝石ゲット、イエーイ、やった。ただ宝石だけなんだよな。おお、あ、なるほど、この中に水入ってんのか。これここに X、 えい、水かける。そしたらなんか、おお、出てきた出てきた、これかー。まずは新聞紙を取って、えい、違うか、待って、引っ張ってあげる。あ、いいのいいのか、いいのか。えい、よし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 、一匹ずつしっかり倒しましょう。 A ボタン 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 OK。 さあそのまま引っ張って引っ張って、はい、 A ボタン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 、よし、ごめんね、サウナ楽しんでる間途中でごめんね。はい、 A ボタン A ボタン OK。 やったー、これで実績、ホテルの実績すべて埋めました。待って、お金大事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 よ、とてもお金大事よ。よし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 、やったね。はい、ってことで一度確かめましょうか。はい、17分の17になってますね。オッケー、ってことでホテルの実績はこれで全て埋め終わりました。やったね。はい、では次に移っていきたいと思います。はい、今度はついにこちらテラータワー、こちらをやっていきましょう。まだ本当に一回もやったことないんで、すっげー楽しみにしてたんですよ。はい、では早速テラータワーやっていくんですけれども、こっからでもテラータワーに行けるのかな。はい、来ました、ベースラボ。でここから、はい、マルチプレイ、このテラータワーに入れると思うんですけど、ちょっと待ってね、その前に一旦ギャラリー見てみていいですか。はい、ギャラリーで集めたお化けと宝石をちょっと見ましょうぜ。うん、待って、なんかスペシャルアイテムっていうの出てんだけど、なにこれ、スペシャルアイテム、お、
おーおーおーおおお。なにこれなにこれ。9番ショットタイプ C。タイプ C 装備する。で懐中電灯タイプ T。これ何、テレサの模様が出るみたいな、そんな感じ。ちょっとこれタイプ T にしときましょうか。はい。で一応お化けも見てみます。ここら辺はもう全部揃ってんだもんね。うん。でテレサも全部揃え終えた。うん。はい。でボスお化けも全部揃ってる。いいね。でユニークお化けが、これが今からやるテラータワーでゲットできるお化けみたいですね。うん。はい。それでは早速行きましょう。テラータワーへレッツゴー。マルチプレイに進むと一旦ゲームが終了します。最後のオートセーブ以降の進捗は失われますが、よろしいですか。あ、ちょっと待って。だとしたら一旦最後の実績埋めたところ、部屋から出た方がいいよね。うん。よし、ここら辺まで来れば大丈夫でしょう。セーブもされてる。それでは改めてテラータワーやっていきましょう。進む。ローカルプレイ1人で参加、インターネットプレイ1人で参加、2人で参加。あ、2人で参加もできるのか。そうそう、そもそもこのねルイージマンション2人でも遊べるみたいですからね。まあ僕は今一人ぼっちなので一人で参加していきたいと思います。インターネットプレイでいいかな。はい。ではでは、うわーすげえ楽しみ。接続中。ああフレンドと誰とでも、まあ今誰も誘ってないんで誰とでもで行きますか。1階からスタート、途中のフロアから合流する。へえ、こんなのもあるのか。1階からスタートでいいよね。うん。フロア数を選んでください。5階10階お任せ。10階でやってみっか。うん。10階だと結構長いのかな。よろしくお願いいたします。僕が緑で他の方が青、ピンク黄色みたいな感じですかね。うわー、どんな感じなんだろう、全然わかんない。あーすげー楽しみ。うわ、もやもやしてるもやもやしてる。何が始まるんです、これから何が始まるんです。はい、来ました。あーなるほど。あ、違うホテルに来たみたいな感じ。すべてのお化けを捕まえろ。了解です。じゃあこれみんなで分かれていくって感じかな。あ、こっち開かないわ、鍵が必要なのね。あ、みんなと同じとこ行こうかな。お化けを倒せばいいんでしょ。なるほど、こんな風に分かれる。ああ、そしてお金もいっぱい回収できるのかな。ちょっと待って、お化けいる？この中にいるっぽいね。あ、この中にいるのか。あー、戦ってる戦ってる。待って。ちょ。待って。いろいろお化けが変なことになってんだけど。全然、ピカリ当てれないんだけど。あ、ガメックは部屋をクリア。俺は全然クリアできてないんだけど。なんか固まってる。なんか重い気がする。とても重い気がする。そんな時はコインを回収しておきます。これなんか開けるっぽいね。え、ガメックがチームから抜けました。なになに、どういうことなの。すげえ伸びてんだけどこのお化け。え、椅子からチームから抜けました。待って、どんどんみんな抜けてくじゃん。ああ。通信が切断されました。なる。なんと一番最初のテラータワーがこんな始まり方でいいんだろうか。え、一人でもこれ何クリアできるもんなの。いや、これ絶対一人じゃ無理だな、間違いない。これもう一回やり直した方がいいんだろうな。ちょっともう一回やり直していい、最初から。ちょっとお金だけ回収して。お、今度はピンクになった。準備 OK。 あ、何、3人でスタートにもなるんだ。はあ、決して4人だけじゃないんだね。さあ改めてもう一回いきましょう。1回すべてのお化けを捕まえろ。了解です。では3人で頑張っていきましょう。みんなどこ行くの。じゃあ俺、え、みんななんか分かれたいな。こっちは、こっち入れます。あ、ここ鍵必要なのね。了解です。
あ、鍵を入手。いいな、みんな働いてるな。なんかポチッと出る。あ、お金出る、嬉しい。んで、わあ、みんな部屋をクリアしてる。ちょっと俺も部屋をクリアしたい。こっちこっちこっち。お、なんか今ルイージ光ってたよ。なにここ、なにここ、これなに、これここは何の部屋なの。なんかゲットした。なんかこれ見えるやつなのかな。なんかゲットした。なにこれ、え、待って、やばい。これストーリー全部終わったはずなのに、なんか初心者気分なんだけど。こっちだよ、どっちだよ。あ、そっちに行けばいいの。わかったわかった、ごめん、了解了解、教えてくれてるのね。はい、ありがとう。で、ここでこういうこと。はーい、これでなんかゲットできるの。あ、そっちの部屋に行けると。へえ、みんなよく知ってるね。あー、はい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 、俺も吸う。はい、エボタ、うん、オッケー、ナイス。しかしこのゴーグルは結局何なんだろうな。ナイス、いいよいいよ。あー、ごめんね、あそこにいるのね。あ、ちょ、捕まえる。ここ、はい、よし、オッケー。さあ、しっかり吸って、え、吸ってない。あー、吸って、はいよ、はい、エボタ、うん、オッケー。で、ここなんかあるな。これなんか照らせばいいんじゃね。そしたら出てきた。おー、すげえ。そっか、こういう隠れてるものが見れるのか、これは。で、この中からなんか出てくる。あ、お金が出てきた。やったね、お金大事、お金大事。待って、残り2分53秒、あと7匹か。でもそんなにお化けの数は多くないっぽい。ではこっち行って、お、1人チームに加わった。なるほど、途中合流もできるのか。え、抜けるんかい。そしてこれ何、これなんすか、これ。光当てたら、おー、お金が出てくる。いいね、お金集めにもこのテラータワー最適なんだね。ん、なんかピロ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 言ってる。ピロ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 言ってますけど、何かピロ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 なんです。待って、このピロピロの意味を知りたい。そしてなんか出したけど、これなんか出ます。おー、お札が出る。待って、俺全然貢献してないんだけど、このチームに。いいのかな、こんな感じで。待って、とりあえずネズミを倒したい。お化けじゃなくて、お化け以外のものをなんかどんどんやってる気がする。こっちは行けます。あ、行けるね。こっちにお化けがいればいいんだけど、またここにもなんかある。そしてここにもなんかあるね。とりあえず回収しておくか、いろいろと。あ、なんかゲットできた、また。イエーイ、いろいろゲットできるはゲットできるんだけど、肝心のお化けを全然倒してないんだよな。あー、1回クリア、やったー。やべえ、全然何もやってねえ。663ポイントってことだよね、これね。ちょっと頑張りますわ、もうちょっと。はい、おイエーイ。みんなルイージってなんか気持ち悪いな。そんなことないですね、ルイージさんかっこいいですよね。はい、さあ続いて2階フロアですね。2階、すべてのお化けを捕まえろ。ミッションは変わったりするのかな。あ、今回バラバラの場所からスタートだ。へえ、中入ってみて。おお、いいね。なんだなんだ、またなんかゴーグルゲットできた。またお化け捕まえる以外のことで楽しんじゃいそうで。おお、いた。よーしよしよし、吸っちゃうぞ。はい、エボタン、オッケー。こっちも吸っちゃって、はいよ、エボタン、オッケー。こうだわ、部屋をクリア。ようやくクリアできた気がするわ。そっか、今回ゴーグルつけてんのがルイージさんじゃなくてグーイージさんだから、グーイージさん出さないとゴーグル見れないのか。なるほどね。とりあえずこっちの部屋とかもすべて行ってるな。まだ行ってない部屋行った方が。なんだ、暗くなったぞ。え、怖いんですけど。どこかにブレーカーのスイッチがあるはずじゃ。なるほど、それを見つけないと
光が見えないのか。待って待って、でも倒したい、でも私は倒したい。よいしょ、はい、エボタ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 、うん、オッケー、コーダは部屋をクリア。お、また誰かチームに加わった、よろしくお願いします。いいね、途中で合流できるっていいな。ピコッと、あー、お金回収する前にクリアした。うわ、みんな超パリピになってる、いいな、楽しそう。おお、すげえ、光らせる量がすごいのか。オッケー、3階クリア、早い早い、ナイス、よし。あ、これでこっから4人で行くって感じかな。さあ行きましょう。さあ4階です。お金を回収しろ、なるほど、こういうミッションもあるのか。へえ、ってことはこういう地下の方がお金はいっぱいあるんじゃない。お、出た、パトロ、パト、ん、パトランプ。でもこのパトランプが結局何に使えるのかようわからんのよな。お金か、お金を、なるほど、1万ゴールド集めればいいの。え、そんな集まります。ここら辺とかもしっかり見てか。あー、オッケー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 、なるほど、黄色いお化けちゃんもいるのね。あ、ちょっと引っ張って、はい、エボタ、うん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 、オッケー、こっちも引っ張っちゃって、はい、引っ張っちゃって、よし、あ、待って待って待って、はい、エボタ、うん、エボタ、うん、エボタ、うん、オッケー、部屋クリア。よし、お金回収、お金回収。もしかしてここで集めたお金ってさ、ストーリーの方で反映されないとか、そんなことある。とりあえず、はい、お金回収して、オッケーオッケーオッケー。いや、このお金を集める系のミッション楽しいな。はい、エボタ、うん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 、エボタ、オッケー、こっちも吸っちゃいましょう。はい、エボタ、うん、エボタ、うん、エボタ、うん、よいしょー。なんだなんだなんだ、すげえ光ったよ、すげえ光ったよ。お化けキュームがどこかに転送されてしまったぞ。マップを見て自分のお化けキューム探す、なるほど、マップを見る、マップを、あ、助けて、ごめん、助けてじゃない、嘘嘘ついた。とりあえずこっちの部屋か。あ、これ自分の、あー、早速自分の見っけた、やったー、いいのかなこれで。よし、で、まだまだお金回収して、しっかり調べれるとこ調べて、やっぱり1万ってことは4人で分担すると1人2万5000だから、2万5000はやっぱり行きたいよね、チームのためにも。これもほら吸っちゃって、オッケー、突破したー、ナイス、イエーイ。お、雑巾さんがすごいな、1万超えてる。さあ5階です。またお化けですね。おおお、なんだなんだ、こっちの部屋じゃない、ここは開かないのか。あー、なるほどね、開かないのね。開かないのは、そっか、赤くなってんのか、マップ上で見ると。ふんふん、んで、じゃあここの部屋行って、ここにいます。ん、なんかサイコロ、ん、なんか誰もいなくない。え、こっちだよこっちだよ、待ってね。あ、みんな行ったな。ちょっと置いてかないで。 OK、 行きましょう。よし、 OK、 ここで、はい、何が出てくる。お、おー、ピンク色のお化けだ、すげえ、初めて見た。はい、えい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 、いよいよ消えたな。待って、これはルイさんの方がいい、数量が。よいしょ、待って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 、どんどん吸ってどんどん吸って、オッケー、はい、えボタン、うん、もうごっちゃごっちゃしてんな。ちょっとグイさん、ちょっと回収しようか。はい、ちょっとハート取らせて、オッケー、あと何匹、あと3匹か。どこにいるどこにいる、まだ出てくるか。ほい、ちょっとみんな頑張れ、みんな頑張れ、俺は光を当てる担当するよ。あー、オッケー、クリアー。なるほどね、この部屋にお化けが集まってたってことか、そういう部屋もあるんだね。あー、オッケー、あー、オッケー、
コインは出てきたけど、うん、オッケー、9回クリア。さあ次がラストですね。オッケー。さあ最上階、何かいるのかな。ボスとかいたら面白いんだけどな。さあ10階でございます。屋上だね。あ、やっぱボス戦なのかな。ジャンボテレサを倒せ。オッケー、了解です。頑張っていきましょう。なんだなんだなんだ、どう倒せばいいんだ。倒し方がわからん。真ん中、オッケー。なるほど、ジャンプ。今大丈夫、ちゃんと反応できてる、ちゃんと反応できてる。ナイス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 、いいんじゃないいいんじゃない。こっちこっち。なるほど、攻撃方法はキングテレサと似てる感じだね。ちぇ、真ん中真ん中真ん中。あのマリオパーティーのあのキノコのやつみたい、わかるかな。大丈夫。あ、ちょ、早すぎた。あ、ジャンプ早すぎた、バカ。しっかり見て、よし、オッケー、いいよ。あ、待って、一人ルイちゃんいなく、あ、いたびっくりした、今3人になったかと思った。はいはい、え、待って、しっかりこれで、えい、いいんじゃない、みんな。オッケー。いや、痛い、やばい、なにこれ、あ、ちっちゃくなってんのか。はい、これでテレサ倒して、はい、なるほど、楽しい。待って、ハートが、でも、あ、ハートいっぱい左下から出てきた。回収、オッケー。さあ、また来たよ。オッケー、ここに、あ、違う、危ねえ、間違った、俺、間違って黄色見ちゃった。ここ、オッケー。次どこ、こっち、間に合い、よし、いいよ。次は真ん中ね。あ、ジャンプ早いって、ジャンプ、オッケー、いいんじゃない。みんなの HP は大丈夫かな、それがとても心配です。はい、ほっ、よし、こっち来る。はい、いいんじゃない。あぶね、ほっ、よし、いいよ。さあ今度は何攻撃してくんの。これただ避ければいいだけ。地味だな、おまんじゅうに見えるんだけど。肉まんがこの冬も美味しいでしょうね。うん、いや、ほんと地味、何その攻撃。よし、いいんじゃない。で、またおハート俺欲しいんだけど、ちょっと待って、ハート欲しいんだけど。いいよ、しっかり、えい、食べた、ナイス。で、これでテレサがやってきます。はい、A ボタン、ナイス、こっちも、はい、A ボタン、こんな感じ。あ、一匹だけ取り逃した。あ、でもなんかサイズちっちゃくなってんな、めっちゃ。どうなんだ、あー、でもそれでも威力は変わんない。むしろ素早さがなんか上がってる気がする。よし、よ、はい、オッケー、しっかりジャンプ、はい、ジャンプ、オッケー。さあ何が来る、あー、ハートか。あ、なるほど、ハートの出し方、ここ光当てるのか、こうやって、そういうことか。オッケー、当てときました。やべ、ごめんなさいね、みんな拾って。なんだ、手前だ、ほっ、ジャンプ、オッケー、はい、ジャンプ、縄跳びみたい、はーい、いいよ。もう一回来る、さすがに来ないか。で、間に合い、うわー、間に合わなかった。やべ、ここ、次どこ、おー、ここね、はい、しっかり見て、よし、みんな生き残ってる、素晴らしい。砂漠弾しっかり吸った、痛い、よし、はい、当てて、よし、食べさせて、いいんじゃない。さあ、テレサさんが、そこだ、やっつけろ、黄色お願いします。ありがとう、あ、間違った、助けてしちゃった。助けてじゃない、ありがとうってうるさかったの。
イエーイ、花火が上がった。お疲れ様。ってことでテラー頭の10回モードをクリアした。やったね。お疲れ様でした。はい、じゃあこれで一回ゲーム終わりましょうか。これお金は回収できたことになってるんだろうか。ショップチャンネルを見て、あれ、お金の数変わってなくないか。あれ変わってないよね。 47,287、 始める前と後だとそんな変わってない気がするんだけどな。あれれ、なんかユニークお化け捕まえたことになってる。ああなってるね。リジェネラウスト、ピンクのやつか。はいはい。あ、でもそれ以外は捕まえれたことになってない。いや、これユニークお化け集めるの結構大変なんじゃないか、もしかして。何回もテラータワーやらないとこれ集まらないのかもしれないですね。なるほど。まだまだこれはルイージーマンションやり込みがいがありそうですね。最後に実績も確認しておきましょう。さあ、テラータワーのところで、おー、でも一気に文字が見えるようになりました。はい、10回モードをクリアした。そしてユニークお化けを40匹倒さないといけないのが、まだ39匹と。仲間を20回復活させた。合計100フロア分クリアした。最短でもあと9回やんないといけないってことか。ほー、じゃあこのテラータワーは今度なんか生放送でもやりながら攻略していきましょうかね。その方がなんか楽しくできそうな気がする。うん。で、もしね、ルイージーマンション3持ってる方がいればね、皆さんとも一緒にできるかもしれませんし。はい、そんな感じでいきましょう。ということで今回はここまでにしたいと思います。いやー、まだまだテラータワーがね、本当にたくさんプレイできそうなので今後も楽しみですね。はい、ということでこの後もどうぞルイージーマンション3の実況よろしくお願いいたします。ということで、少しも楽しいと思っていただけた方、チャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもポチッと押してくれると嬉しいです。はい、コードでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。シャーです。シハヤです。エイトです。アケです。12月14日土曜日、横浜でライブイベントを行います。イエーイ。詳しくは概要欄を見て。チケットは先着順なのでお早めに。会場で待ってるぜ。横浜でお会いしましょう。ではまたね、グッバイちゃー。